ようこそカラスの理系へようこそ、今回はザダン力也にあげるおやつなんですけど、これを渡すと力也がどうするかというと、あれ何や、思ってたんとちゃうやないか。あ、今はお腹空いてるのね。普段は、あ、そうそう、ああやって、隠し場所を探しよるんですけど、で、隠し場所がなくて困ってるんで、隠せる場所ちょっと作ってやろうかなと思います。で、この下に何か貼っつけようかなとも思ったんですけど、穴開けちゃえばいけるんかなっていうので、ここにある程度の穴を開けて物を差し込めるように。左手で処理できるかな。そうちゃう。ええやろ。これさ、痛い。これをこうやって、ほらここにこういう感じ。見て、いい感じじゃん。隠し場所的に。ええと思うけど。ないのに。ええやろ。めっちゃ見るな。メシってなんやん。よし、じゃあこんなもんにしとくわな。どう、力也、穴良さげじゃない。そんな穴つこってや。ほい、ちょっと足邪魔。こんな感じで、力也さんのやつ隠す場所軽く穴開けてみました。今かなり確認しておるんで、多分気に入って活用するんじゃないかなと思います。まあ、サイズとかはまたおいおいちょっと様子見ながらやってもいいかなと思いますけど、まあ、あんまりでも大きい穴にすると板がバキッと割れちゃうかもわからないんで、まあ、幅はもうちょっと広げたりはしてもいいかなと思いますけど、一旦これで様子見たいと思います。じゃあな、力也、つこてな。ええ感じやろ。破壊はしんといてな。よし、じゃあ終わりにしようか。ほい、中央日で、今回は力也の、おやつの隠し場所の穴を板に開けてみました。また使ってるとこ、使うかどうかわからないですけど、使ってることあればまた見てもらいたいと思います。じゃあな、力也。終わりな。お、痛い。終わり。そこに入れようと思ってんやろ。ここ使っていいで、この穴。活用してくださいね、ここの穴。オッケー、いいか、俺の手は食わんで。はい、じゃあな、リキヤン、バイバーイ。リキちゃんです。
最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。